ダイソーさんにやってきましたよ。ココロ君、何を買いに来たんですか？木です。木、貯金箱、これ貯金箱をね、作ろうとしております。これは何？学校の？学校の貯金箱。応募するやつやな。あ、まあちょっと応募しようかなと思う。この材料を買いに来ました。はい、はい、行きましょう。行きましょう。ゆうちゃんと言います。ダイソーでな、宣伝入ったな。大丈夫、うん、久しぶりやわ、うん、まずはココロ君についていきましょう。あ、ハロウィン、すごいハロウィンとか。すごいマスクレスあるの。あ、これよこれよ、これをこれを買いたいね。雲のダイソーじゃないのよ。あ、カゴいるです。なんかそれらしい売り場を発見。なんだ？ここクリアケースこの辺やで。ここいるケース。カードケースいるんやろ？硬いやつ。あ、ここや、りゅうちゃん。こんな、うん、カードケース、これ1枚ここに紙が入るの。仕切るんじゃない？中身やから1枚1個で足りるの？1個で足りる。これを3つに切って、うん、あと1個ちょっとにして、うん、ちょっとのやつは、うん、こうやって付けるやつ。大丈夫？それで、うん、大きさは？もう1個大きいのにしとったら、うん、で？で、うん、すごい硬いやつと、うん、タイルじゃないわ、木、木、木、右の奥の方かな、こっちかな。すごいな、ここいっぱいある。なんだ、同じダイソーでもさ、置いてあるもの違うから面白いよね。うん、ここ工具なんでもあるわ。ほら、これは耳にはちょっとわからんから、りゅうちゃんに聞きや。何センチでしょうか。うん、25と28と、うん、聞いてん、りゅうちゃん来て。どれですか？どれですか？お前それを測った設計図じゃない？これって何センチですか？書いてある、全部商品に。これやったら 50×25。 25×25 これするよ。25の2センチかもしれない。25の20センチ。見て、結構四角いな、じゃあ、うん、これって15センチ。これが20の30。30の15が2枚いる、うん、ということは30の30だね、うん、これは30 50 25。あの、切ることも考えたらいいよ。25ある、うん、どっちかが劣ったらいいんじゃん。30か15か。なあ、開いた。
15ってこれぐらい15じゃないな、これ15やで、15の40やから、これ10センチ切って30にするのもありやで、15の30はできる、これ15の30が2枚いる、うん、そこにあったね、ここ、うん、そう2枚やで、でいけるな、でもう1枚は屋根が25の20あったな、25あるやん、25で30を切ったらいいから30の25残んねんな、うん、で、まあ、1枚でやろ、うん、やんねんな、で頑張れ、一番最後やな、あと一番最後やるけど、うん、サイズは何になる、横30とかのやつ、横30のもう一ついるかも、なんて書いてんこれ、横30の縦15がもう一枚いるかもしれん、いるかもしれん、いるかもしれん、どういうこと、ここを持ってこれで今から組み立ててみたらいいやん、簡単に いらんとこれどこ、これはどこのやつ、こう、うん、でこれはどこのやつ、これが屋根やろ、違う、うん、切って斜めにするんやろ、ここがいいの、ここがいるからこれもう一つでいいんじゃない、そうじゃない、うん、そうなんだけど、これがもう一つ、んこれが間違えてるんですね、そう、それが間違えてる、なんでやろ、じゃあもう一枚買っといたら、だって簡単にしたらいいやんって言った時の前にこう書いてから、高さが違う壁と壁を用意しないかんってことやな、こうとこうでこうしたいんやろ、うん、うん、これもう一枚乗って、これもう一枚乗って、似てる、これ一緒、うん、450円、うん、ちっちゃい、大きいの植えちゃう、横14、縦15。でかいな。うん、でも10センチは切るで、それ。ここでいいかな。開くのはいいの、なんでこう蓋したらここ開くやん、なんでここ見てるの、じゃあこれ切るねんけど、あ、切るから、切るけど、うん、ここ屋根したらここ三角形に開くよ、それでいいと思う、ん、まあ、すげえからそれでいいと思うやって、いや、やからじゃないやん、あなたね、これ軸はどうすんのよ、軸ってどうやって、軸ここに穴開けてクリアファイルで吊るしてやるんや、ん？クリアファイルは屋根に穴開けて、ここにこうやって置くやつと、ここに入ったらこうやって行くやつ。床どうする？床からいらんくない？え、これ持ち上げたらさ、ここにいっぱいお金が残るってこと？うん、床がなかったらそうなっちゃうよ。これのけたときに床がないと。ここ穴開けるの？穴開けてどうするの？そこの上に入るやつ。床ないやん。床ないで、でも。床ないやん。床はいらんの？いや、ため息つかんで。ヒントだけ。ちょっと見してじゃん。動かして。ん？え？あなたがするんやろ？これや。ん？これこれ。いるの結局。いるの。ん？これ床？床。でこれが周りで、でこれが屋根やな。うん、ここ三角に開くのはいいねんな。で、14×15は何？
14×15 もいらん。いらんの？いらん。どこに溜まっていくんじゃろうか。っていうことは、うん。ということは、これがいるの。これがいると思う。多分。うん。ジュウちゃんに言ってみ、みんな全然怒らへん。あなたの妄想が分からんみたいな分からん。これ取り出し口の入れるところ。取り出し口があるのね、うん、色は塗ったりせえへんの？色塗らん。塗らへんの？ニスはタイルね。あ、タイルやるん結局。ニスとタイルは別やん。ニスはニスでコーティングで気にするもん。じゃあニスの、はい、防カビ塗料いいな。これフリックレッド。いや、いらんねって。いらんでいいけど。いらん。これ短いのないから。だいたい使うから売っとんねんけどな。こうして工作用のニスで、こんな丸いやつちっちゃいの。それは何しに行くと。それ何するの？これぐらいのやつないかな。じゃそれは何をするの？え、引き出し口の。これは何の？これ長いに。こうやって引き出すところの乗っけるところがあります。引き出しにするんやったら乗っけるところに外に出てこないのかな。乗っけるところ、引き出しってこうケースじゃない？ケースじゃないよ。ここに乗るだけ。お金が乗せて引き出すだけ。座って仕分ける。出て仕分けるところ。じゃあ貯金箱が動いたら、ここに10円乗ってます、ここに100円乗ってます。動いたらぐちゃぐちゃになるってこと？いいよ、ここに壁がある。そういうのは何だろう。結構話しまっとって。どっから段ボールが出てきたの？今これ買ったら、買っとこう。これ買ったら、これ買ったら3つの仕分けができる。ここぐらいで切ったらこう分けれるやん。はい、ココロ君の工作の様子はね、生配信するんかな。これ生配信じゃきついんじゃないか。頑張ってください。